おうちで野菜。野菜が苦手なあんちゃん。ある日、ベランダで野菜を育てている人をテレビで見ました。種をまいて、小さな芽だったものがどんどん成長して、最後に成長した野菜を子供が美味しそうに食べています。それがあんまり美味しそうだったので、あんちゃん、ちょっと野菜に興味が出てきました。私もやってみたい。次の日、早速ママと準備をします。容器や土を揃えて苗を植えると、なんだかワクワク。毎日欠かさずお水をあげてお世話をします。でも、最初は楽しくやっていたあんちゃんですが、一日、また一日と日にちが経つと、飽きてきたのか、全くお世話をしなくなってしまいました。ある日、ふと思い出して苗を見てみると、すっかり枯れています。あんちゃんは苗を見つめながら、ごめんね。小さくつぶやきました。今度は絶対お世話をする。そう約束をして、もう一度苗を用意してもらったあんちゃん。苗を植えると、毎日しっかりお世話をしました。すくすく苗が育つと、小さな花が咲きました。かわいい。これが野菜になるなんて信じられない。実ができるとワクワクドキドキ。収穫できるのを今か今かと待ちました。それから何日かすると立派なトマトができました。キラキラしているトマトを見ると自分で育てたことが嬉しくなります。食べてもいい？野菜が嫌いだったあんちゃん。早速収穫してトマトをパクリ。すると目がまん丸になります。嫌いなはずのトマトでしたが、こんなに美味しいんだ。野菜ってすごい。それから、あんちゃんは野菜が嫌いだったことが嘘のように、おうちでいろいろな野菜を育てるようになり、今では何でも野菜を食べられるようになりました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブと友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶ。